左から、ルーベン・マムーリアン、ミリアム・ホープキンス、マイケル・バルコン、ケネス・マクゴー・アン。本作のセットにて撮影した、宣伝用写真。左から、ウィリアム・フェイバーシャム、ルーベン・マムーリアン、フランシス・ディ。本作のセットにて撮影した、宣伝用写真。メディアを再生する、巨影の詩本編。字幕なし、巨影の詩は1935年のアメリカ合衆国のドラマ映画。 監督は、ルーベン・マムーリアン、出演は、ウィリアム・ホープキンスとフランシス・ディーなど、イギリスの作家ウィリアム・メイク・ピース作家例の長編小説、巨影の詩を原作とした1899年初演の戯曲、ベッキー・シャープを映画化した作品である。三色砲をテクニカラーを使った初めての、装天年色長編映画で、それまでの三色砲を使ったカラー映画は短編化。 白黒映画の一部のシーンだけがカラーというものだった。ローェル・シャーマン監督が撮影開始直後に肺炎で休止したため、ルーベン・マムーリアンが監督を引き継ぎ完成させた。ミリアム・ホープキンスが第8回アカデミー賞の主演女優賞にノミネートされた。ありがとうございます。